はい、実況させてもらっています、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、プレイステーション2にね、出てます。2を言うてことだな。2のね、台東メモリーズというね、台東のね、昔のアーケードゲームの名作がね、たくさん収録されているゲームですね。こちらね、コレクションというかね、台東コレクションって感じですけどね。いろんな名作がいっぱいこれで遊べるんですよ、これでね。はい。これの中からね、ちょっと厳選してね、やりたいゲームをやってみたいと思いますけどね。よろしくお願いします。このライトブリンガーというゲームね、これやっていきたいと思いますんでね。よろしくお願いいたします。はい。これ始めますね。スタートですね。これはね、ほんと便利なんですよ。いろんなゲームが一本で楽しめますからね。ほんとにね、夢のようなね、ゲームですよね、ほんとにね。このゲームはね、ゴールデンアックスみたいな感じのね、ゲームになってますね。はい、シロック版、ツッコミゲーム実況、白本オーン!はい、始めます。こんな感じのね、で、この中が好きなキャラクター選べるんですよね。あれですよ、ファンタジーアクションって感じですね。まあ僕はね、個人的に好きなね、この女性キャラクターね、これでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。これ二人同時プレイできるんですけどね。はい、これでいきますね。でね、こういう感じのね、まあファイナルファイト形式のね、ゲームです。ゴールデンアクスみたいな感じでね。これね、これなんかアイテムあったけど、取れるね。取れますね。これあれでやばい、危ない時にね、これ押せば必殺技使えるんですよ。まとめて敵倒せるね。これ、ファイトの必殺技ですね。その代わりヒットポイント減りますけど、そこはファイナルファイトと同じですね。なるほど。助けて、諦める王子、お前は、町の復活のための生贄になるのだ。ね。いや、もう読まんでや、めんどくさいから、もう。長いね。足元は使ってもだ。もったいな。魔法を使ってしまったね。あ、やばいやばい。結構やられてるよね。ああ、やられた。死に方が色っぽいな、声が。あーんつって。これね、結構僕ね、友達と前よく遊んでたんですけどね、これね。結構名作だと思いますよ、これ。うん。一人用でやるのは初めてかもしれないですね。二人同時プレイでほとんどやってましたからね。こういうゲームっていいですよね。二人で友達と協力して遊べるからね、こういうゲームってね。面白い、楽しいですよね。何もないか、これ。あ、これか。これね。あ、強え。強えな。硬いね、敵結構。あ、これどっちでもいいのか。これ選べるんやね、道ね。こっちでいいや、とりあえず。おお、なんか変な気持ち悪いやつ出てきた。モンスターが。うわー、敵多いなー。使おう。よしよしよし。あー、強え。やばいやばい。こっちか。あれ、こいつ倒さなあかんのかな。こいつだけちょっと強いね。ちょっと硬いのかな、こいつはね。あ、こっちか、こっちやね。ああ、なるほど。うまいこと避けていかなあかんねんな、あれやな。
あら。そうか。あ、落ちたら死ぬんや。いや、とりあえずこの女性キャラでいいや。あ、なるほどね。あ、しもた。あ、そうか。減るわけやね。ヒットポイントがね。で、こういくわけやね。なるほど。あ、これ、取れるもんね、これ多分。乗れるんか、これ。ここから取るんか。これ乗るんかな。あれ？いや、消えてもうた。まあいいや。こっちか。これね、なかなかね、知名度ないですけど、なかなかの名作だと思いますよ、僕は。うん、ゴールデンアックスより面白いかもしれないですよ、こっちの方がね。あー、やばい。ほんとね、台頭って隠れた名作、ほんといっぱいあるんですよね。もったいないですよ、ほんとにね、うん。いいゲームいっぱい出てるんですよ。こう上どうやって取るんやろ、この上のやつって。ジャンプしてる。届かないしな。寝とろで、こいつ。やばいやばい。噛んできよった、こいつ。やられた時の声が色っぽいですよね。ね。いきゃー、いきゃー、あーんつってね、やられた時はね。これ影ですね、これ。これ動かすんですよね、これね。じゃあいけるんですよ、こっちね。あ、そこ無視してもいいのか、敵は。そういうことか。これもういいや、もう危険やが取らんでいいわ。めんどくさい。そのまま行ったれ。そのまま行ったれ。やばいやばい、これとは。うん、あ、これボスですね。これボスの曲ですね。どんなやつだったっけ。あー、でかいヘビや、ダイジャー。ね。ボスの曲かっこいいですよね。でかっ！迫力あるね。ほんまにそのままヘビやね、普通にね。やばいやばい。あー、食われる。骨にされる。あー、骨になる、これ。やっぱり。うわー、かわいそう。骨になっちゃうんですよ、食べられて。これ、周りの骨は全部そうですね。なんか、やられた骨なんでしょうね、敵にね。あー、やばいやばい。魔法使った方がいいかな。やばいやばい。ああ、これで全体ダメージ与えられるから。うん、ああ、一応全身に当たり判定あるんですね、これね。うん、おお、なんか雑魚出てきた。変な半魚人みたいな。あ、でも食べられとるで。おお、やばい。一面のボスからして強いやんか。ああ、今ダメージ受けてる、めっちゃ。なるほどね。あ、やばいやばいやばい。ああ、死んじゃった。死んじゃったよ、お前。あ、混んでる、混んでる、まだある。うん、変えてみるか、キャラクター。これ主人公やね、これね。これ使ってみようか。お、これ下座か。あれ、あいつ倒したもしかして、あのヘビ。あ、倒したっぽいな。じゃあ行ってもいいんや。こっちか。もうなんか出てきたぞ、強そうなやつが。おお、やばいやばい。おらーってね、おらーってね。これ友達と二人用でね、粘って確かクリアしたと思いますね。うん。確かクリアでしたと思いますよ。昔ね。あ、死んでもうた。こっ
っちだね。ね、昔こういうね、ベルトコアタイプのね、アクションゲーム多かったですよね。こういうね、感じの、天地を喰らう2とかね、ファイナルファイトとかね、ダブルドラゴンとかね。いっぱいありましたよ、こういうゲームね、昔は。タイトルもいっぱい出してるんですよ、こういうゲームね。あと、SNK もいっぱい出してますよね、こういうゲームね。おお。おお、やばいやばいやばい。とりあえずね、このクレジットがなくなったらやめますね。ずっとやってるのもあれなんで、いろんなゲームやりたいんでね。はい。あ、ここ入るのか。これね。うわ、これは仕掛けがすごいな、なんかいろいろ。おお、なんかくっつかれてるぞ、ここもり。これそのまま行けばいいのかな、これ、ね、うまいことね。うん。これかな、これ壊せばいいんだね。これ壊すよね。あれ開かないな。下でまだなんかやらなあかんことあるんか。多分そういうことやな。これ壊すの、あ、これ壊すんか。あ、ボスって書いてある。これ2面なんですね、これね。うん。あ、そうか、さっき蛇倒したからそれは2面やな。それは2面やわな。ここにね、乗っていくんよね、これね。うまいことね、これ、うまいこと渡っていくわけやね、こうやってね。落ちないようにしてね。おいった。あんな宝箱めんどくさいから取らんでえわ、もう。うん。あ、アイテムね、アイテム。うわ、やばい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 。あ、まあいいや、これ使ってね、使わないと。どういけばいいんだろう。どういくの、こっちか。あ、こっち、こっちでいいのか。あー、死んでもうた。まあこんなものかな、こんなところかな、とりあえずこのゲームはね。はい、一回ちょっとね、変えますね、ゲームね。これで、今度はね、このルナークね、このルナークをね、やっていきますんでね。これファイナルファイトみたいな感じのゲームですね、これね。はい、やっていきますね。よいしょ。これも隠れた名作なんですよね、これもね。これで LR を持って、うわ、懐かしい。とりあえずこれがいいな。これも二人同時プレイできるんですよね、ファイナルファイトみたいな感じでね。動物愛護団体なんですよね、主人公たちはね。うん、残酷なんですけどね、このゲームいろいろとね。おお、すげえな。これ確かメガドライブに移植されてますよね、これ確かね。お、そう、こんな感じなんですよ。うわ、懐かしい。音楽好きなんですよ、このゲームは。おう。うわ、残酷や、これ。こんな感じでね。うん、すげえ。うん、うん。ええ？なんて？そうそう。女性キャラやな。倒したな、これ。ああ、
やばい。え？うん、まあなんとかそうやな。そう、光りすぎるんよな。うん。うん。だから下でも真っ暗にしてやってるの。うん。おや。あ、これ取った方がいい。あれ撃てないな。弾はないのかな。あ、ないのか。うわ、むごいな、これ。結構むごいな、これ。おぉ、残酷やな。ほら。すげえ残酷やな、これ。あら。うわ、かわいそうな感じ。いて、あ、やられた。これするのかな。おお、おお、結構ひでえな、やることは。あ、やばいやばい、あ、やばい。武器ある、武器が、武器、武器。あ、ボスやな、これ。ボスやったな、これ。あれか、下座がなかったっけな。ないな、あるわ。これが下座か。あ、やばい。武器、武器、武器があった。倒したかな。あ、ボスじゃなかったのか。雑魚か。うわ、多すぎるわこれ。こんな人数すごいなこれ。倒すなんて。おお、おお、爆弾か、おい。ああ、これだな。ボスかな、あれ。いや、これ、一人用では厳しいな。ああ、やばいやばい。この、これ使ってみるか。よいしょ。みんな同じような感じやけどな。よいしょ。あれ。まあ、強えな。これここにね。一面長いなこれ。一面長い。敵の人数多すぎるなこれ、一人に対して。これね、ハチトリ用でやるのは初めてですよね。いつも二人用でやってましたからね、友達と。おりゃ。おりゃ。あ、ボスか。これ一面のボスだ。うわ、車投げてる。これ一面のボスか。なんだこいつ。狂っとんだこいつ。狂っとるわ。こっちも車持てんのかな。
でも全然弱いな。全然弱いな。ほんと倒せんちゃうの？持てるのかな？あー、持てないか。こいつしか持てないな。うおぉ。うわ、死んだ。今度これやってみるか。うわ、倒した倒した。これで一面クリアかな？やっと。おぉ。なかなかね、迫力のある。2面か。このスーツの女性何もんないやろな、これ。おお、やば。おお。ああ、やばい。おお、爆弾か。おお、なるほど。キャラクターが一周したわ、これ。ああ、そうか。これでクリアなんや、一面ね。ああ、これなんかやらなあかんのか。そういうことか。ボーナスステージか。あ、そうか、そうか、そうか。そういうことか。これ全部壊、軽壊すってことか。軽壊して、助けるわけや、こいつらを。動物を。ニワトリ？ニワトリか？これか？あ、こういうことか。なるほど。ありゃ。あ、もう撃てないのか。ありゃ。あ、撃てる撃てる撃てる。あらら。うわ。すげえなぁ。銃、なんか弾なくなったら銃を使って殴るっていうの。おぉ。でも動物は愛護団体はわかるけど、やることがひでえな、これ。戦い方がひでえな。おぉ。うわ、多いわ、これ。多すぎる。すげえね。残虐ゲームやな、これ。おお。これがいいな。主人公っぽいし。残虐やな、これね。残虐ゲームしか言えない。え？あ、来た。あ、ありがとう。もう一個だけ来たね。残虐もええとこやわ。確かに快感気持ちいいけどな。おお、おお、ストレス解消にはなるけどな。よし。おりゃ。ああ、しまった。うん。あ、無知か。無知。あ、これでなくなった。もち、もちで良さそうやな。こっち使ってみるか。ああ、くそ。まあ、取れないやんか。もちが。あ、なるほど。使いやすそう、これ。うん、使いやすい。後ろも当たるもんね。うん。ああ、でも食らう。岩で倒そう、岩で。うわ、すげえ、爆弾がすげえ。これもいいな、この棒も使いやすい。難易度高いね、やっぱり。あ、終わった？あら、なくなった。終わっちゃった、おい。クレジット終わっちゃった、おい。じゃあ、これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございます。